WBC 去年11月に行われた予選で5割8分3厘という打率をマークして、そして今日も田中からタイムリーを打っています。この人が非常に打線の中では肝と言っていいブラジルの攻撃。これもいい当たりだ、レフトの左へ長打になる。3番レジナット、田中将大、そして杉内を打つ。2打数2安打ノーアウト2塁です。同点のチャンス、ブラジル、ピンチ日本です。いや、古田さん、非常にそうですね、このバッターがですね、まあ、足を、ね、結構大きく上げるからね、あの大振りのように見えてね、はい、まあ、バットを少し短く持ってね、コンパクトに打っていくんでね、はい、今みたいな甘いところに来るときっちり打ちますね。しっかり捉えてきました。ノーアウト2塁です。